令和5年8月13日、日曜日登竜門カップです。よろしくお願いいたします。はい、予選第1ラウンド第1組、A グループか、予選第1ラウンド A グループご準備ください。走ドライバーは佐野選手、勝田選手、今村選手、睦美選手、鴨選手、大岩選手、和ちゃん。 A グループは、ワイドツーリングクラス車両とオープンクラス車両、本走グループです。はい、では前列グリッド、オープン前行きましょうか。じゃあオープンの方、勝田選手、睦美選手、鴨選手、大岩選手、前列グリッドをつください。 A グループはオープンとワイド、本走グループです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第1ラウンド A グループ3分間周回です。スタートです。さあ、スタートしました。オープンクラスとワイドツーリングクラス車両、本走グループの A グループ。さあ、速いマシンが揃った1台転倒。さあ、マシントラブル。さあ、ポルシェの勝田がオープニングラップ、いや、まあ、ボディ外れてへん、 おかしいでしょ、マシントラブルでしょ。さあ、いきなり戦線離脱。さあ、トップで帰ってきたのは大岩選手。さあ、機械ダーからブルー、ホワイト、レッドのマシン、トップ走行、大岩選手。さあ、そして2番手には、さあ、鴨選手は、さあ、白赤のマシン。鴨選手は2番手、いい形でレースを進める。さあ、3番手争い、バトル状態。さあ、オープンの睦美に、ワイドのカズちゃんがプレッシャーをかける。さあ、刺さってます、1体。はい、ありがとうございます。さあ、トップは大岩、2番手。カモとこれでムツミンか、ムツミン2番手、3番手カモ、4番手ワイドカズ、5番手今村、6番手佐野、7番手カッタ。さあ、カッタが帰ってきた。さあ、レーサー残り、あーっと1番飛んでた。マーシャルお願いします。いやいや、マーシャルが行ってくれたい。藤原さんは次のレースのご準備しといてください。さあ、ちょっと波乱がありましたが、さあ、トップ大岩が逃げる。現在ストレートから1コーナー、赤白ブルーのマシン。2番手にはムツミン、ムツミンは白イエローブラックグラデーションカラーのマシン、ラッピング塗装でしょうかね。2番手走行はムツミン、3番手にカズちゃんグリーンのマシン。現在1コーナー、ワイドのカズちゃんが3番手走行、4番手に白赤カモ、その後ろ今村が来た。さあ、今村はワイド車両、カモはオープン車両、4番5番走行、6番手に佐野選手、7番手にマシントラブルのあった勝田選手。レースは残り1分10秒です。残り1分10秒。さあ、トップ走行は大岩選手。スタート直後オープニングラップ序盤から1台逃げる展開。さあ、2番手ムツミンが前との距離は、さあ、ちょっとクラッシュがあったのか。さあ、ムツミンは前との距離 4.9 秒、片山が迫ってきているか。さあ、ムツミン2番手、3番手カズちゃん、現在ストレート2台、ここは2番3番争いだ。4番手には今村、5番手カモ、6番手佐野、7番手勝田。レースは残り35秒です。登竜門カップ予選第1ラウンド A グループ、オープンクラッシュ車両とワイドツーリングクラッシュ車両、本走グループです。残り30秒のコール。残り30秒。トップ大岩が逃げる展開。2番手ムツミン、3番手片山、4番手今村、5番手カモ、6番手佐野、7番手勝田。さあ、残りは間もなく15秒です。はい、 B グループの方、くじ引きしといてくださいね。くじ引きしといてください。残り10秒。さあ、残りは10秒のコール。ラストラップ、トップ大岩。さあ、間もなく3分経過。どうだどうだ。さあ、入った。ここで3分経過、全車ゴールとなります。次からゴールとなります。ゴールゴール、ゴール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 。はい、全車ゴールです。トップゴールは大岩選手、17ラップ3分4秒46。ナイスランですね。大岩選手、非常にいい走りでした。ベストラップも 10.62 に対して平均が 10.83 ですので、非常にいい3分間走行をやったというリザルトが出ました。はい、では続きまして予選第1ラウンド B グループご準備ください。 B グループは、ナローツーリングクラッシュ車両で争われます。B グループ、C グループは予選合同集計ですので、決勝組は再び分けることになりますので、ご理解の方をお願いいたします。はい、では前列グリッド、前列グリッドは藤原、まあ、松村、お三方前列グリッドです。はい、スターティングマッシャルありがとうございます。
では参ります。登竜門カップ予選第1ラウンド B グループ3分間周回レーススタートです。さあスタートしました。わー、団子状態の1コーナー、少し絡み合ったが前者流れた。さあオープニングラップトップで帰ってくるのは、さあ藤原選手2番手はいるかって、まあ3番手松村、ここは近い。いや松村じゃ西村か西村は2過ぎやね西村が2番手ね。3番手松村、4番手まあ5番手赤木な、え、そ、同じ色ですよね。あの新店舗になってるからより色味が似た感じがするんだけどさあ、あっとさあクラッシュ、さあ転倒はこれ西村か。さあ変わって松村トップ。さあ松村が先頭のクラッシュの隙をついてうまくトップに躍り出た。さあトップは松村、2番手にこっちはまあ3番手藤原、4番手赤木、5番手西村。あっとさあクラッシュ、最後尾やったら戻っても、さあクラッシュがあった、赤木がタイムロス、これで5番手少し遅れる展開になった。注目はトップ争い、トップ松村、白青のマシン、蛍光イエローの差し色、現在ストレートから1コーナー、後方2番手薄いイエローのマシン、位置がまあ3番手に藤原選手、4番手西村選手、5番手赤木選手。さあトップ走行松村選手、このまま逃げ切りたいところ、後方、まあ3番手藤原、4番手西村、5番手赤木。レースは残り1分30秒です。折り返し地点を過ぎました。3分間周回レース、さあ残り1分30秒、トップ松村、2番手まあ3番手藤原、4番手西村。さあ赤木が戦線離脱、さあ4台のトップグループとなっている。さあ残り時間は1分10秒です。残り時間1分10秒、おっとさあ2番手争い、さあ2番手が詰まってきた、まあ藤原西村。さあトップ松村、まだまだ余裕はない、4台トレイン状態。レースは残り、ああクラッシュ、さあ今度はこれはマーか、マーが4番手。さあトップ松村、これで少し楽になった。レースは残り45秒、2番手藤原、3番手西村、ここが近い。さあ藤原西村が 0.3 秒差、4番手にまあ5番手赤木、残り時間は35秒です。残り35秒、さあ松村守りきりたい、2番手が近い、残り30秒、さあ藤原西村、さあクラッシュ、さあそこから見合ったら松村が喜ぶだけ。残りは15秒、だってトップ走ってる時2位以下絶対絡めよお前らと思いながら逃げるもんね、もっと早く絡めよと思うもん。さあ残り10秒ラストラップ、さあ松村トップ走行、藤原が 0.3 秒で迫ってきた、2番手。さあ薄いイエローバトルは西村、まあ3番4番、さあここで3分経過タイムアップ、さあゴールゴール、レース続行中、あと2台、もう1台、はい全車ゴールです。お疲れ様でした。トップゴールは松村選手、守りきりました。15ラップ3分4秒59、さあ非常に熱いトップ争いでした。お見事です、ワンチャンものにしました。はい、では続きまして、合同集計となります。 C グループご準備ください。 C グループはナローツーリングクラッシャー寮とノービスクラッシャー寮の本走グループです。 C グループ出走ドライバーは細田選手、森山選手、塩坂選手、上田選手、玉岡選手、ほなノービス2台前行きましょうか、塩坂選手、玉岡選手前2台どうぞ。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第1ラウンド C グループ3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。さあノービス2台がパワーでは勝る、しかし扱いやすいのはナローか。いやークラッシュがあった。さあきっとクラッシュしてはマシンパワーもヘッタブレもない。さあノービス2台がクラッシュで下がっていく。さあその間森山が丁寧に抜けてきた。さあトップは森山、2番手上田、3番手玉吉、4番手塩坂。ああ真ん中転倒、なんか昨日おとついよりだいぶこけてきましたね。もうグリップが上がってきたんでしょうか、3日目にして。さあトップ走行は森山選手、いいですね、序盤から
危ない場面をうまく回避してトップ走行、現在最終コーナーからストレート。さあそして玉吉、さあマシンパワーでは上回っているノービスクラッシャー寮。あ落ち着いて、車で余裕があるんですから、走りはもっと余裕持って大丈夫ですよ。あ、森山うまいですね。マシントラブルで、ノービス車両同士でやり合うにやるぞ。森山が喜ぶだけやってたから。さあトップは森山、2番手玉吉、3番手塩坂、この2台がノービスクラッシュ車両。4番手に上田、シルバーイエローブルー、5番手細田が、赤シルバー。マシントラブル、マシントラブル。さあ残り時間1分10秒です。折り返し線を過ぎております。トリモンカップ予選第1ラウンド C グループ。あートップ森山がいいペースだ。序盤からほぼ無傷、ノンミスのトップ走行。ベストラップは 12.22 に対して平均が 12.47、 非常にいいペース。いいですよ。先ほどの上位陣3番前後のペースだ。森山選手、ナローのファイナリスト、ナローのファイナリスト、まあまあファイナル経験者に迫る勢いを見せる森山選手、トップ走行。さあ残り時間は30秒です。残り30秒。さあトップ走行森山選手は現在1コーナー2コーナー付近。さあ2番手玉吉が後方3秒というところ。赤いカモフラカラーのアウディアレート玉吉選手2番手走行、3番手塩坂選手は白赤。ああ森山やってしまった、最初トップ入れ替わり。さあワンミスでタイムロスが大きかった。さあ3秒のアドバンテージを一瞬にして吐き出してしまった。トップ変わって、玉吉。さあ残りは3、もう1周ファイナルラップだ。さあファイナルラップ入っていく。さあラスト2周でトップが入れ替わった。さあここで3分経過、次からゴールとなる。まずは上田選手ゴール、塩坂選手ゴール、玉吉選手、細田選手、森山選手、全車ゴールでーす。これは逆転、玉吉選手15ラップ3分10秒63。さあワンミスになきました。さあ BC の合同集計結果が出ます。続きまして D グループ、AWD クラッシャー寮で争われます。 D グループご走行ご準備ください。出走ドライバーは細田選手、睦美選手、鴨選手、赤木選手、塩坂選手。はい、よろしいですか。ではスターティンググリッドにお付きください。前列グリッドは細田、鴨、塩坂、お三方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。トリオモンカップ予選第1ラウンド D グループ3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。わお。もう振り完璧でしたね。振り完璧やった。さあオープニングラップトップで帰ってきたのは赤木選手、2番手ムツミン、3番手塩坂、4番手細田、5番手カモ。全員赤系統、赤白もしくは赤のマシンなんで、誰がどの車かは分かりませんが。さあ、現在先頭を走るのは中央セクション赤木選手、対して2番手には借り物ムツミン、ムツミンがシルバー赤の CA カーか、ホンデレボディじゃないですか。そして3番手には塩坂、4番手カモ、5番手細田。さあ3位争いが面白いぞ。あーとクラッシュ。さあこれで細田が前に出た、3番手細田、4番手塩坂、5番手カモ。さあトップ赤木が逃げる展開、現在ストレートから1コーナー2コーナー。おっと2番手むつみ戻れない戻れない。さあ最後尾まで落ちた、誰も直してくれない。さあ残り時間1分50秒です。残り1分50秒。でもなむつみやっぱカモさんには気使っといた方がええと思うねん。でどうせ予選やしこれ。さあ残り時間1分40秒です。トップ走行はこれでぶっちぎりの赤木選手。赤木選手は現在ストレートから1コーナーの赤いマシン、2番手は細田選手が上がってきた。さあ序盤最…いや…ん?さあこれでええよ、見てて楽しい、やっぱバトってくれる方が。さあこれで2番手は細田ですね。
2番手細田、3番手塩坂、4番手カモ、234、ここが面白いバトル。さあこれで単独細田が2番手走行ストレート、3番手に、鴨が上がってきたか、4番手塩坂、5番手元レースは残り1分です。残り1分、東リオモンカップ予選第1ラウンド D グループ。さあトップ走行は赤木選手がぶっちぎり状態、おっとっと、さあ2番手は細田選手、ここが9秒空いてるか。さあ鴨が3番手、前との距離3秒、鴨塩坂、おお入れ替わった、ん違う、これムツミンか、塩坂ムツミンカモか、塩坂ムツミンカモ、残り30秒です、残り30秒。おムツミン3番手に上がっている、ムツミンがシルバーかのシエトあるか、現在最終コーナーですね。あ、こけてる、さあ残りは10秒、ラストラップとなるか。さあ、とにかく赤木だけが一人旅。さあ、2個取った。ゴール、ゴール。塩坂、カモゴール。細田、2ゴール。レース続行中。ゴール、ゴール。はい、全車ゴールです。ゴール、赤木選手。唯一16ラップマークしました。3分9秒81。はい、お疲れ様でした。では、集計結果出ます。5分間インターバルです。予選第2ラウンドまでインターバル5分間です。さあ続きまして東リオモンカップ予選第2ラウンドを参ります。 A グループ出走ドライバーは佐野選手、勝田選手、今村選手、松井選手、鴨選手、大岩選手、勝ちゃん。 A グループはワイドツーリンクラッシャーとオープンクラッシャー両本走グループです。はい、では、前列グリッドオープンクラスの方、前列グリッドをください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります、東リオモンカップ予選第2ラウンド A グループ3分間周回レーススタートです。さあスタートしました。わお、これ今度は飛んでった、大岩選手が飛んでった、もう一台転倒、あ真ん中転倒、うー走る車優先で、走る車優先で、こけた車はしゃあないんで、さあポルシェを捨てた男、勝ったトップ走行、赤いポルシェが赤かったということになっちゃいません。さあトップ走行は勝った選手、2番手に今村選手、3番手佐野選手、4番手鴨選手、5番手むつみん選手、6番手勝ちゃん、7番手大岩選手。さあトップ走行は予選第1ラウンドからマシンをチェンジした勝った選手、2番手走行はワイドの今村、さあ今村がいいポジション、そして佐野もいい感じ、3番手走行、4番手にカモ、5番手ムツミン、6番手カズ。あ、ストレートは速い、そうやね、もうその方が楽やね、いやいや、その方が楽。さあ残りは2分です。残り2分、トップ勝った2番手今村、3番手佐野、4番手カモ、5番手片山、6番手ムツミン、7番手大岩。あー、これでカズちゃんが4番手まで上がっているか、やってもうた、カズちゃんやってもうた、走ってる車優先ね、走ってる車優先で、はい、どんまい、どうせこのワイヒートやから、別に決勝でどうこう、あの組み上げが変わるわけでもないんで。さあトップ走行は勝った選手、2番手今村、3番手佐野、4番手大岩、大岩が4番手まで上がってきた、5番手むつみん、6番手カモ、7番手片山。さあトップ勝ったが序盤から2、マシンノーコン、ノーコンっぽかったね、1コーナーまっすぐ行ったね。さあなんとか戻ってきた、これ新テンポはノーコンどうですか、出ます、出てる人は出てんの、大岩さん出てんの、ノーコン、ノーコン出てます、でノーコン、それは知らん。それは新店舗関係ないね。さあトップ走行は勝った、さっき一瞬怪しい動きを見せましたが、さあこれは大丈夫そうか、2番手に大岩上がってきた、3番手今村、4番手佐野、5番手睦美、6番手鴨、7番手片山。
さあ残りは30秒切りまして残り20秒です。登竜門カップ予選第2ラウンド A グループ B グループの方ご準備よろしいですか。大丈夫ですか。くじ引きしといてくださいね。 B グループの方くじ引きしといてください。さあ残りは間もなく10秒です。さあトップ勝田がこれで成績的にはもう17ラップか。本気の勝田すごいです。さあタイムアップ続きからゴールです。まずは大岩選手ゴール、花村選手ゴール、泉選手ゴール、ゴールゴール、もう一台、はい、前者ゴールです。トップゴールは勝田選手、17ラップ3分5秒15。はい、 A グループが決定となります。はい、では続きまして B グループご準備ください。B グループ出走ドライバーは藤原選手、西村選手、マーさん、赤木選手、松村選手。 BC 合同集計は、上位5台ずつ、5台分け、いいですか。はい、グリッドを押してください。では前列グリッド、西村、赤木、お二方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第2ラウンド B グループ3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。さあ前列いいスタートを決めたのは薄いイエローのマシンマン。はい、じゃあ点灯西村選手か。トップは西村、2番手藤原、3番手松村、4番手まあ、5番手赤木。さあトップグループが現在ストレートから1コーナー、2台がテールツーノーズ、さあデッドヒートを繰り広げている。先ほど西村はラウンド1では暫定3位、藤原はラウンド1暫定2位のリザルトを残している。2台、まあ置きタイムがあるからバトってもええんちゃいます。登竜門カップぐらいはそんなステディーなレースなんかもう基本見てても思わないからねまあそういう僕が一番ステディーなレースしかしないですけど。さあトップ走行、西村 VS 藤原、ガチンコのトップ争い。ああ予選レースから、わお、そうさあいよいよ、さあ残り1分50秒、盛り上がっていきましょう。トップ走行西村、さあ守りきりたいところ、2番手藤原、3番手に上がってきたのはまあ4番手松村、5番手赤木。そうですね、赤木選手も決めていかないとね、1回目は沈んでますから。ボーダーちなみに、予選第1ラウンド暫定5位、ノービスの玉木選手は15ラップの3分10秒、まあ、15ラップの前半、まあ、真ん中ら辺は出さないと上位5台には残れないか。残り時間は1分15秒、さあ折り返し線に入っております。登竜門カップ予選第1ラウンド B グループ、さあナロートリンクラッシュで争われております。ストレート現在1コーナー2コーナーの西村選手トップ走行、あークラッシュ、さあ入れ替わり、これで藤原トップに立った。さあ藤原がトップ、現在最終セクションから最終コーナー、ストレート白蛍光イエロー蛍光ピンクのマシンが藤原選手、マシンは日産 R33GTR。 さあ対して西村薄いイエローのマシンが2番手、さあそしてもう1台の薄いイエローマーが3番手。トップがやり合ってる間にマーがじりじりと追い上げてきている。4番手に松、いやこれ赤木か、4番手赤木上がって5番手松村。レースは残り35秒です。さあ最終局面残り30秒、おっとっと西村クラッシュ、これで薄いイエローバトル。さあ西村 VS マー、前西村後ろマー、さあイエローのマシン同士の2番手争いだ。さあその間にトップ藤原は逃げる。レースは残り15秒です。残り15秒、さあ藤原トップ走行現在、あっとさあトップ2番手争いがテルツローズ、残り10秒のコール、ファイナルラップに入っていく。さあ4番手赤木ももう一周、松村も届いた。さあ藤原どうだ、おっ入った。さあ藤原一周多い、さあゴールゴール、さあ西村は赤木ゴール、あぶな松村ゴール、もう一台、さあ藤原で全勝ゴールです。お疲れ様でした。トップゴールは藤原選手、16ラップをマークしました。3分12秒36。ああ16ラップはなかなか
厳しいですね。さあ C グループ頑張ってまいりましょう。続きまして登竜門カップ予選第2ラウンド C グループ、出走ドライバーは細田選手、森山選手、塩坂選手、上田選手、玉岡選手。はい、ではスターティングリードにおつください。前列グリッドは森山選手、上田選手、お二方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第2ラウンド C グループ3分間周回です。スタートです。さあスタートしました。おっと、さあスタート直後ストレートでクラッシュがあったが、さあそんな中抜けてくるのは、お、マシンチェンジした。さあ玉木選手 FC3S トップ走行、2番手に塩坂、3番手上田、4番手森山、5番手細田。さあトップ走行は玉木選手、現在1コーナー2コーナー、ナローノービスですね。ナローノービス。さあマシンの方は RX7 の FC3S。 さあそして塩坂2番手走行。さあここのペースがいいぞ。3番手に上田、4番手森山、5番手細田。さあ前者流れるレース展開序盤となった。あとはマイペース、いかにミスを減らしてマイペースをキープするか。さあトップ走行は玉木選手、お、赤木抜きを目指してますか。残り2分です。残り2分、序盤の1分が経過いたしました。トップ走行玉木選手、ペース的にはデストラップ 12.34 に対して平均が 12.558 ということは、このままいけばちょっと厳しい、自己ベストは更新できますね。あ、とはいえここ無理にペースアップしてもいいことないですから、ここは落ち着いていきたいところ。トップ玉木、現在2コーナー3コーナー付近、白い FC3S RX7。 さあそして2番手塩坂もいいぞ。おっと、さあクラッシュがあったのは細田か。さあ塩坂が前玉木との距離を詰めてきている 1.4 秒差。3番手に上田、こちらも前との距離 1.8 秒、まだまだ背中が見えているところ。森山がなんとか粘って4番手走行、前上田との距離は 1.7 秒、5番手細田が少し遅れているか。レースの残り時間はラスト1分、ラスト1分。登竜門カップ予選 第2ラウンド C グループ、さあ BC は合同集計ですので順位はこのヒートだけの話ではない。さあトップ走行玉木選手、現在後半セクション前は完全にクリアだ。そして塩坂もほぼ同じペースをキープしている。前玉木市長の距離はストレート1本分2秒差。そして同じく2秒後方に上田、お、森山が迫ってきているか。さあ間にラップの細田がいて、上田森山 1秒というところ。さあ残り時間は20秒です。残り20秒。さあトップ玉木、このまま決めれるか。ペース的には自己ベスト更新ペース、残り10秒です。さあ残り10秒のコール。おっとっと、さあクラッシュがあるが、さあここでタイムアップ、次からゴール。まずは上田森山ゴール。さあノービス2台は15ラップに入っている。レース続行中、細田選手ゴール、玉口ゴール、もう1台またです。はい、前者ゴールです。お疲れ様でした。トップゴールは玉木選手、15ラップ3分9秒50。あ、ナイスランでした。あ、 BC グループ合同集計結果入ります。あ、お疲れ様でした。では続きまして予選第2ラウンド D グループへ参ります。 D グループ出走ドライバーは細田選手、睦美選手、鴨選手、赤木選手、塩坂選手、 AWD クラス車両で争われます。前列グリッドは先ほど入れ替わりまして、睦美、赤木、お二方前列グリッドです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第2ラウンド D グループ3分間周回です。スタートです。
スタートしました。登竜門カップ予選第2ラウンド D グループ。とにかく赤系統の車しか走っていない AWD クラス車両で争われる D グループ。トップ走行は赤木選手。2番手、あっと1コーナー飛んでた。さあ、2番手は、むつみですね。2番手むつみ。3番手、塩坂。4番手、細田。5番手、カモ。さあ、トップ走行は赤木選手、現在1コーナー、2コーナー。赤いマクラーレン、トヨルムシー。あ、さっきアウディちゃいました。マシンチェンジしたのか。そして2番手には、コルベット C8R、ムツミン選手。ムツミン、いいですね、AWD。上手やね。3番手、あーっと1コーナー飛んでた。さあ、レーサー残り2分です。3番手に、鴨選手、4番手細田選手、5番手塩坂選手のレースオーダー。さあ、レーサー残り1分50秒です。序盤の1分が経過いたしました。トップ走行は赤木選手。現在後半セクションに入っていく赤いマクラーレン12C。現在最終コーナーからストレート。そしてそれを追います2番手ムツミンがプレッシャーをかける位置にいる。 1.1 秒後方。シルバー赤のコルベット C8R。そして3番手には鴨選手。鴨選手がカモフラカラーの赤いアウディ R8。現在最終コーナー。その後ろ、細田選手、距離が近いか、0.8 秒差。あ、細田選手は白、赤、黒のコルベット C8R。5番手に塩坂選手が白、赤のマクラーレン 12C。おっと、さあ、カモ、細田入れ替わり。さあ、細田がポジション1つ上げて3番手、4番手にカモが交代。レースの5時間、まもなく1分となります。残り1分。登竜門カップ予選第2ラウンド D グループ。さあ、AWD バトル、赤木がぶち切っている。おっと、さあ、細田クラッシュで再びカモ、細田ポジション入れ替わる。さあ、トップ赤木がその前だが、前、走行前もクリアだ。残り40秒。さあ、赤木が大きくリード。2番手ムツミンがどこまで追いつけるか。さあ、距離は 2.8 秒差。3番手争いが熾烈。カモバーサス細田。さあ、塩坂は少し遅れたか。5番手走行。レースは残り30秒切りました。残り25秒。トップ赤木が大きくリード。現在1コーナー、2コーナー。2番手ムツミン、3番手カモ、4番手細田、5番手塩坂。残りはホットクラッシュ。さあ、戻った。すごい。あ、トップが入れ替わらないが、赤木むつみんてるつのず。さあ、いや結局赤木がトップ単独。さあ、次からゴール。レースコーチまだですよ。はい、電車ゴールです。トップゴール赤木選手。なんだかんだ順位はあんま変わらなかったですね。あ、お疲れ様でした。以上にて予選レース全レース終了です。決勝組分け少々お待ちくださいね。はい、では5分後決勝レースを行います。登竜門カップ、まもなく決勝レースを行います。ご準備ください。 A グループ出走ドライバーは大岩選手、勝田選手、睦弥選手、片山選手、今村選手、鴨選手、佐野選手。ご準備ください。はい、その間に登竜門カップは決勝時間をくじ引きで決めます。はい、そしてじゃあ西村さん、このくじ引きを引いてください。指定は4分でお願いします、ね、4で、はい、6です。うお6、まあ、8分じゃなかっただけね。はい、では決勝時間6分となります。はい、グリッドをつください。1番グリッドからいきましょうか。1番グリッド大岩選手、2番グリッド勝田選手、3番グリッドむつみん選手、4番グリッド片山選手、5番グリッド今村選手、6番グリッド鴨選手、7番グリッド佐野選手。 A グループはワイドとオープン混走グループです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では決勝、走行時間は6分レースです。はい、ご準備よろしいですか。それではスタートいたします。登竜門カップ決勝 A グループ6分間周回です。スタートです。さあ、スタートしました。
オープンクラスとワイドツーリングクラッシャー用混走グループの決勝 A グループ。さあ、どういったオープニングラップになるか。トップ帰ってきたのは大岩選手、2番手勝田、3番手勝ちゃん、4番手むずみ、5番手今村、6番手佐野、7番手鴨。さあ、トップ走行は1番グリッドスタートの大岩選手、そしてポルシェ962C、K1、カルノは勝田選手。おっと、トップ入れた、あーっとだ、クラッシュ。さあ、大岩がこれでポジション下げた。代わってトップに立ったのは勝田。さあ、ポルシェ 962C、トップ走行勝田。おっとっと、さあ、クラッシュがあったが、さあ、流れる展開、2番手カズ。さあ、グリーンのマシンか、カズちゃん。3番手に大岩帰ってきた、3番手。3番手大岩、4番手今村、5番手むつみ、6番手佐野、7番手カモ。さあ、少しクラッシュの目立つ、5周目、6周目。さあ、トップ走行は勝った選手、これで単独逃げる展開。ポルシェ 962C、 K1 を狩る勝った選手、トップ走行。2番手はワイドのカズちゃん、グリーンのマシン。3番手に、3番手さあ、むつみか、あと大岩が下がっている。3番手むつみ、4番手今村、5番手佐野、6番手カモ、7番手大岩。さあ、レースは残り4分30秒です。さあ、6分間周回レース、序盤少し波乱がありました。さあ、トップ走行は勝田選手、現在最終コーナーからストレート、ポルシェ 962C、 そして2番手かっちゃんがグリーンのマシン、3番手にむつみん、3番手むつみん、4番手今村、5番手佐野、6番手大岩、7番手かも。さあ、トップ走行ポルシェの勝田が現在ストレートから1コーナー、残り4分。さあ、レースは残り4分です。2分経過いたしました。登竜門カップ決勝 A グループ、6分間周回レース、勝田選手が、おっとと、さあ、クラッシュオンは最終コーナー、トップ走行勝田選手は現在最終コーナーからストレート、前にはラップマーカーが2台見えてきた。さあ、そして2番手争いは片山選手、2番手大岩選手、マシントラブルがあったのか。さあ、これで3番手むつみ、4番手今村、5番手大岩、6番手佐野、7番手かも。おっとっと、さあ、最終クラッション、ちょっとバタバタとした展開となっている決勝 A ミン。そんな顔、勝田選手トップ走行淡々と逃げる展開。2番手はグリーンマシン片山、3番手むつみ、おっとクラッション。さあ、むつみん、4番手に今村、むつみん、今村もうまくほぼ、あと1コーナー先頭、あー、飛んでった。さあ、勝田が飛んでった、ポルシェが飛んでいったが、まだトップキープ。さあ、まだトップキープだが、ワイドのカズちゃんが来た。さあ、間にはラップの大岩、トップ勝田、2番手カズ、3番手むつみん、むつみん3番手淡々と、いいですね、走行してますね。4番手今村がむつみんとの距離はまだまだ 2.4 秒。5番手大岩が、お、今村の背後迫ってきてる。さあ、生かした、これで大岩がポジション1つ上げて4番手。さあ、猛追、猛追の大岩が4番手走行、いや、再び入れ方か。さあ、今村4番手、5番手大岩、さあ、6番手佐野、7番手かも。さあ、トップ勝田選手はまだキープですね、まだ大丈夫。さあ、先ほど1コーナー場外まで飛んでいったが、トップキープ、現在ストレート。2番手カズちゃんがちょっと見たが、グリーンのマシン、ムツミンがその後ろ、カズちゃんとの距離はまだ距離持ちある、4.6 秒。4番手大岩が前との距離は4秒、今村すぐ後ろか。5番手、いや、これで距離が空いてるか、今村 1.4 秒後方。6番手佐野、7番手カモ。レースの残り時間は1分35秒です。残り1分35、おっと中央クラッシュがあった。さあ、なんとか戻った。さあ、マシントラブルは大丈夫か、カモ選手のようだが。さあ、なんとか周回をしている。残り時間1分20秒です。残り時間1分20秒。トップ走行は勝田選手、現在最終コーナーからストレート、ポルシェ 962CKH。 さあ、2番手は片山選手、グリーンのマシン、3.8 秒後方ですね、約4秒の距離、1位に。3番手にむつみん、
むつみ、今前、かずちゃんとの距離は5秒、4番手大岩が前むつみんとの距離は 4.6 秒、5番手今村、前大岩との距離 1.7 秒、6番手佐野は、ワンラップ、7番手カモもラップ状態。レースは残り45秒です。ラスト1分切りまして残り45秒。トップ勝田、2番手片山、3番手むつみん、4番手大岩、5番手今村、6番手佐野、7番手カモ。さあトップ走行は勝田選手、ポルシェを捨てていなかった。16に C でトップ走行だ。さあ残り30秒切りまして残り20秒です。トップ勝った、2番手片山、さあワイドで2番手走行、グリーンのマシン、3番手にむつみん、4番手大岩、残り10秒です。さあ各社ファイナルラップに入っていく。さあ間もなく6分経過、タイムアップ、まずはむつみんゴール、大岩選手ゴール、カズちゃんゴール、レース続行中、レース続行中、まだですよ、もう1回、はい、全車ゴールです。お疲れ様でした。トップゴールは勝田選手、2位カズちゃん、3位むつみんでした。トーリモンカップ決勝 A グループ以上にて終了です。はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした。続きまして決勝 B グループへ参ります。決勝 B グループ出走ドライバーは玉木選手、森山選手、塩坂選手、上田選手、細田選手。ご準備よろしいですか。玉木選手、森山選手、塩坂選手、上田選手、細田選手、はい、よろしいですか。ではグリッドをください。3番グリッドからです。では決勝走行時間は4分5分6分8分の中から、生っ粋のギャンブラー鴨選手選んでください。何番？ 4分です。はい、4分で、はい、サクッと決めていきましょう。はい、ありがとうございます。では参ります。登竜門カップ決勝 B グループ4分間周回レース、スタートいたします。さあスタートしました。登竜門カップ決勝 B グループ4分間周回レース、オープニングラップどういった展開となるか。お、綺麗な砲台トレイン状態で帰ってきた。トップ玉吉、2番手森山、3番手塩坂、4番手上田、5番手細田。おっとっと、さあ1台飛んでいった。さあ細田選手か、少し予選からマシンの調子が悪いようだ。さあ2番手入れ替わりがあった。おっと、さあ、あ、1台転倒。さあトップ玉吉、2番手森山、3番手塩坂、4番手上田。さあ2、3、4が3つの前、ここでやり合うとトップが逃げますよ。ここはね、一緒にトップを追いかけなければいけない。さあトップ玉吉、おっとっと、さあ一台クラッシュ、なんで入ってたでいい。さあこれでトップグループ4台揃った。玉吉、森山、おっと、さあ一瞬の店、塩坂が前に出る、2番手、3番手上田、4番手森山。さあトップ玉吉、このまま逃げ切れるか。さあこだわりの RX7FC3S。 さあおっとっと、さあ3枚入れ替わった。さあ2番手塩坂、さあマシンは、マクラーレン 12C。 さあマクラーレン 12C で、あー転倒、まだ言うてないのにさあこれで大きくポジションを下げる。さあ対して2番手は森山、トップ玉吉、2番手森山、3番手上田。さあスープラ対決の2番手森山 VS 上田、4番手に塩坂、5番手細田。さあトップ玉吉、これで単独走行、後ろとの距離は 2.5 秒差。3番手、2番手、おっとクラッシュ。さあ上田が2番手浮上。さあ上田2番手に浮上、単独。さあトップ玉吉を追います。トップ玉吉、2番手上田、3番手森山、4番手塩坂、5番手細田。さあレースは残り2分です、残り2分、4分間周回です。折り返し地点を過ぎました。トップ玉吉選手、さあ単独、白い彗星 RX7、 現在中央セクション、2番手上田選手、シルバーブルー蛍光色の差し色の入ったトヨタ GR スープラ、前玉吉との距離は 3.5 秒差。そして3番手に森山選手、森山選手は、さあ4番手塩坂選手に追い立てられる。さあ塩坂選手はマシンパワー的には有利があるが、
さあ残り時間は1分20秒。さあ注目は3位争いだ、森山 VS 塩坂。さあ完全にテールズノーズのバトル状態。おペース的には2位上田にじりじりと追いついてきているか。 1.8 秒差。さあその間にトップ玉吉は逃げる。おっと、さあ3番手入れ替わり、塩坂3番手、4番手森山。残り60秒。さあラスト1分、ラスト1分、登竜門カップ決勝 B グループ、あっという間の4分。もう残りは1分切りまして、残り50秒です。残り50秒。さあ玉吉がトップ単独走行、もう全然何もやらかさずに行く感じですか、玉吉選手。大きくリードが。さあ2番手上田が 4.7 秒。さあそして塩坂がじりじりと残り30秒。さあ上田に迫ってきている。さあマクラーレンがスープラに追いついてきた。 1.1 秒差。さあ森山も食らいついているが、おっと上田クラッシュ。さあプレッシャーに負けたか。これで塩坂が面目躍如、2番手浮上、ラストラップだ。さあやはりノービスでね、ナローに負けるわけにはいけない。さあここでタイムアップ、タイムアップ。4分経過、次からゴールとなる。さあ塩坂2位をもぎ取りました。森山上田ゴール。さあ玉吉は楽勝のトップゴール。そして最後のまだまだまだ、はい、細田選手ゴール、全選手ゴールです。お疲れ様でした。通りもカップ決勝 B グループトップゴールは玉吉選手、2位塩坂選手、3位森山選手でした。そうですね、玉吉選手ちょっと、真面目すぎましたねいやいや、でも2位争い盛り上がりましたよ。勝っても誰も祝福してくれませんねはい、では続きまして C グループご準備ください。出走ドライバーは藤原選手、松村選手、西村選手、真選手、赤木選手。こんな5人もあれですね、もうじゃんけんで決めてください。もう総状態じゃんけんでどうぞ。はい、では続きまして決勝 B グループ、まあ、もちろん実績的には藤原選手がお上手ではありますが、藤原、松村、西村、赤木、面白いレースになるのではないでしょうか。決勝タイムは4分5分6分8分の中からお選びいただきます。じゃあ先ほどトップゴールの玉吉選手、やった8分。さあガチンコの C グループ8分間決勝レースとなりました。はい、じゃあ決勝 C グループは8分間周回レースです。ではスタートいたします。さあスタートしました、登竜門カップ決勝 C グループ8分間の長丁場。おっとっと、さあポールポジションが転倒している。さあこれで最後尾の赤木やつ、いや松さあいきなり序盤から1周目から激しいバトル状態。ええよ、このまま8分いこうさあ大混戦の序盤戦。さあなんとなんと最後尾グリッドの赤木が現在トップ投稿、2周目から3周目に入っていく。そして2番手に、まあ、3番手西村、4番手藤原、5番手松村。さあ完全に1周目でシャッフルが行われたレース展開序盤戦。さあトップはレッド赤木、2番手、まあ、3番手西村、4番手藤原、5番手松村。さあまだまだ言うて8分間長丁場、残りは7分10秒です。序盤の1分が間もなく経過しようというところ。さあトップ赤木、後方2番手まあ3番手西村、4番手藤原、5番手松村。さあまだ、あっとっと、さあ松村がちょっと痛い。さあ残りは7分です、残り7分。おっとマシントラブルか。さあ松村が5番手少し遅れる。これでトップ赤木、2番手、さあまあ西村の薄いイエローバトル、いやトップに追いついてきた。おっとっと松村がちょっと後半セクションマシンが合わないか。そして4番手には優勝候補藤原、ポジションを1つ上げる。さあこれでトップ赤木、2番手西村、3番手藤原、4番手まあ5番手松村。さあ残り間まだまだ残り6分20秒。このメンツの8分間走はなかなかしんどいですね。さあどのマシン、どのドライバーが
制するのか、8分間決勝 C グループ。うわー、トップ宇治原。いや、見てる方はこっちの方が面白いから。そんなトップが逃げるレースなんか見てても面白ないから。さあ、トップは西村、2番手赤木、3番手藤原、4番手馬、5番手松村。さあ、1位から4位までが2秒の間にいる。序盤から中盤レース展開、いやいや、まだまだ5分40秒です。残り時間5分40秒。さあ、西村が少し抜け出てきたか。2番手赤木との距離は 1.4 秒。さあ、トップ西村、中盤に入っていい形のレース展開を作っていけるか。さあ、2番手争いをバトル状態、赤木 VS 藤原、ガチンコの2番手争い、テールトゥーノーズ。ここやり合うとね、トップ西村はより楽になりますから。さあ、赤木はブロックライン。さあ、これはたまらずに分ける。藤原も1対分のラインにうまく合わせた。さあ、これで藤原が2番手浮上。おっと、さあ、トップ西村、まだ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 焦る距離ではない、 1.2 秒。2番手藤原、3番手赤木、4番手馬。さあ、1位から4位までまだまだ2秒強の間にいる。さあ、松村まだ諦めてはいけない、ワンチャンあるかもしれない。レースは残り4。さあ、赤木がもういいよ、行って、もうそんぐらい待ったらもう行ってくれてえわ。さあ、残り4分30秒。あ、松村さん待った方が良かった、まあええか。さあ、残り4分30秒です。トップ西村、2番手藤原、ここがトップ争い 0.9 秒。そして3番手に、まあ 2.3 秒後方、まあが少し遅れてきたか。トップグループは2台に絞られるか。4番手赤木、5番手松村。レースはここで間もなく、おっとっと、さあ、引っかかっていたのはまあか。さあ、まあ長丁場弱いんや。思い出した、まあさんは長丁場弱いんやった。残り4分折り返し地点です。さあ、ここで8分間周回レース折り返し地点、おっとっと、松村引っかかっている。さあ、トップ西村、2番手藤原、現在最終コーナーからストレートの2台が1番2番。さあ、ここは 0.7 秒差、1秒切ってきた。さあ、トップ西村、このまま守、おっとっと、さあ、藤原がミス。これで西村、藤原、2秒差です。まあ、まだまだ安心はできないが、残り3分20秒、トップ西村、さあ、マネージメントできるか。残り3分15秒で、この2秒アドバンテージを、あーっと、藤原転倒。これで西村かなり盤石の展開、残り3分です。残り3分。さあ、逃げ切れるか。2位はこれで、まあ2番手が、まあさあ、西村まだまだミスがあっても余裕があるぞ。さあ、まあが2番手で、トップ西村との距離は 4.6 秒アドバンテージのレースは残り2分40秒。さあ、2分40秒でこの 4.6 秒どうするかというアドバンテージマネージメントレースとなっている。トップ西村、現在中央セクション。さあ、そして2番手、まあ3番手藤原、ここは近いぞ、 0.7 秒。前にはラップの松村が見えている。4番手赤木は前藤原との距離 2.4 秒と、何かあればね、まだ追いつく距離ですね。残り時間は2分15秒です。レース残り時間2分15秒。登竜門カップ決勝 C グループ。さあ、トップ走行西村選手は現在最終セクション前後クリア、美味しいですね。レースタイムは残り2分です。残り2分。さあ、残り2分の、おっとっと、危ない危ない。さあ、2番手マーはまだ4秒。マーの背後には藤原、ここが2番3番、テールトゥーノーズとなって、おお、さあ、最終で藤原が2番手に浮上。さあ、マーが3番手、4番手赤木、5番手松村。今の1接触でマーがミスカウント、今完全浮いてましたからね。確かに、なんせ新店舗の計測は調子がいいですから。さあ、残り時間は1分20秒です。トップ西村、これはね、こう美味しい展開があるんですよね。
たすら絡まないトップ。さあ2番争い藤原、まあまだまだテルツノーザー。そして4番手赤城は、これ2番3番がね絡むとまだチャンスありますよね。表彰台のチャンスはまだまだできる距離ではない。残り1分です、残り1分。さあ注目は2位争い、現在中央セクションの2台藤原 VS マー 0.7 秒、そして赤城がその後ろ 1.9 秒、5番手は松村、残り時間40秒です。さあこれで西村トップはかなり硬い、現在ストレート走行、2番手との距離は4秒以上空いている。さあ注目は藤原マーの2番3番、まだまだ1秒切っている 0.9 秒差、残り30秒です、残り30秒。マーサのボルボが下がってきた、下がってきた、頑張れマーサ。さあ残りは15秒。さあトップは西村、ラスト2ラップ、さあ2位争い藤原マー、さあラストラップだ、藤原マーがラストラップ、赤城は 2.4 秒後方。ここで8分経過、タイムアップ、追加でゴールとなる。藤原2ゴール、まあ頑張りました、3位でゴール、赤城ゴール、松村ゴール、そして西村トップゴール、お疲れ様でした。ナイスレース、通りもかぶ決勝 C グループトップゴールは西村選手、2位藤原選手、3位マー選手でした。いや熱いレースでしたね、お疲れ様でした。はい、では続きまして決勝 D グループご準備ください。はい、 D グループは AWD クラッシャー寮で争われます。出走ドライバーは赤城選手、睦美選手、細田選手、鴨選手、塩坂選手。睦美はもう赤城さんに勝ったらこのシャーシを6万で買いましょうか。もう赤城さんに勝てるぐらいやったら6万の値打ちありますやんか、そんな。あ、決勝タイムを、じゃあ引く気満々じゃないですか、マジで。頼みますよ、もう 4頼みますよ、もうこれ、あ、4や4やすごいな、このくじ引き。はい、4分レース、安全な4分レースです。はい、では参りたいと思います。通りもカップ決勝 D グループ4分間周回です、スタートです。さあスタートしました、東林門カップ決勝 D グループ AWD クラッシャルで争われます。なんせもう同系統の色が多いというか全車同系統、わお。さあ激しいオープニングラップバトル、わー、1コーナー飛んでた、1台転倒。さあトップ走行は赤城選手、2番手細田、3番手鴨、4番手塩坂、5番手睦美。さあ4分間周回レースの通り門カップ決勝 D グループ、さあ AWD クラッシャー両で争われます。独特のスキル音が響く、あっと走行、さあマッシュ先頭1台。さあトップ走行は赤城、これで現在中央セクション単独で抜けてる展開になっている。2番手争いは鴨、さあ単独だ、3番手に塩坂、4番手睦美、5番手細田。さあレースは序盤の1分が経過いたします、残りは間もなく3分となる。トップ走行は赤城選手、現在最終コーナーからストレート、2番手鴨、3番手塩坂、4番手睦美、5番手細田。さあ最終コーナーからストレート、トップ走行は赤城選手、マクラーレン 12C、 2番手赤いカモフラカラーの鴨選手、こちらもマクラーレン 12C でしょうか。そして3番手に借り物 AWD の睦美が上がってきた、シルバー赤のコルベット CHR、 4番手に塩坂選手、白赤のマクラーレン 12C、 5番手に細田選手が白赤黒コルベット CHR。 レースは残り2分15秒です。さあ4分間周回です、まもなく折り返し地点が見えてきた、残り2分15秒。トップ赤城、現在後半セクション前にはラップマーカーが徐々に見えてきている。2番手カモ、3番手ムクミ、ここが面白いですか、 1.8 秒差。おっとっと、さあクラクションが聞こえるが、塩坂細田、ここも同一周回です。塩坂細田も4番5番争い、その後ろにはトップの赤城。
さあ、トップ走は赤木選手。わお、あ、クラッシュ車両もうまく避けていく、うまいですね。あ、トップ赤木、走りに余裕が見られる。2番手カモ、3番手ムツミ。お、ここが面白くなってきましたか。現在1コーナーがカモ選手、そして2コーナームツミ、 1.3 秒差、2位争いが 1.3 秒、レースは残り1分15秒です。さあ、4分間周回です。あーっと、2チャンネルと、さあ、ムツミが前に追いつきそうなところで再び転倒。さあ、トップ走行は赤木選手、現在2コーナー3コーナー、2番手カモ、3番手ムツミ、4番手細田、5番手塩坂。あーっと、中央転倒。さあ、転倒は2位かも。これで、いや、それでもまだ追いつけない。さあ、おっと、1コーナー飛んでたのは、あさあ、これで、カモ・ムツミ、2位、3位。さあ、カモ・ムツミが2位、3位、転倒の残り35。さあ、やはり波乱があった。AWD プラス、D グループ、残り30秒。さあ、2番手カモ、3番手ムツミ、その後ろにはトップの赤木が見えている。残り15秒。さあ、残り10秒、おそらくラストラップ。さあ、2位3位がテルツ飲んだ。さあ、どうなる、どうなる。さあ、タイムアップ。さあ、おっと、さあ、細田潮さんがドイツ、あ、ドイツじゃないか。はい、全車ゴールです。お疲れ様でした。ポーリウムワンカップ決勝 D グループ、トップゴールは赤木選手、2位関本選手、3位睦美選手でした。お疲れ様でした。以上にて本日ポーリウムワンカップ全レース終了です。